はい、皆様こんばんは、今週も金曜日の定例配信会始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。いつも通り、本日も9時過ぎから21時過ぎから四季の細道耳大会、予定しております。それまではのじあいの様子を、お楽しみください。それでは今週もよろしくお願いいたします。
Yeah.
Round one, fight!
Oh!
Oh, yeah.
はい、こんばんは。本日2018年3月23日第68回四季の細道、そうですね、30日ですね。ホワイトボードが23でした。そうですね、3月30日です。失礼しました。2018年3月30日、フライデーナイト、四季の細道第68回ということで、あ、すみません、失礼しました。間違えまくりで69回でございます。本日始めたいと思うんですが、X ゲーマーズさんからコメントが来ております。はい、X ゲーマーズ、I'm Yamamoto、No sound、Now sound OK? OK OK Sound OK。 じゃあ、1試合目、もう組み合わせ決まっております。はい、じゃあ第1試合、1P、破天荒さん、2P、セロテープさんということで、1P は破天荒さんは、竜ですね、竜。ちょっと待ってくださいね。ゲームサウンドノー、マイクサウンド OK、 ゲームサウンドノー。はい、じゃあ始まっております。1試合目、破天荒さん、リュウが、前を離して波動を打っている。セロテープさん、ダブルアリで近づいて、あ、セロテープさん残儀ですね、1試合目から。じゃあギーフ、おっと、画面端スクリュー、安全重ねからスクリュー決めていく。2試合目、画面端、これはセロテープさん厳しいか。波動拳が、お、うまい、大足払いです。しかし近づいてしまった、スクリューの前、大丈夫か。お、着地は防げて、大足払いでこかして終わりと。3ラウンド目、はい、ですね、じりじりとですが、ダメージソースがない。やはり近距離のファイアハード厳しいですね。ダヤシが入る、波動と、またしてもダヤシ、シンク、ダブラリで抜けた、ダイヤシばかり食らっている気がする。ダブラリで、またしても台無し。んー、ゼロロット、ここはオートスクリューで吸った。今昇竜が見えていたが、イバサ昇竜しっかり出す。破天荒さん勝利。続いてウネさん、ウネさんは、お、1キャラ目からガイル。今日どうしたんですか、みんな。キャラ目からガイル、あのメインキャラなんですけど、皆さん、リュウガイル、お互いに難しい組み合わせ。
そうですね、破天荒ブバーサスね。今日はなんかメインキャラ2キャラの人多いですね。そうなんですか。割とあれ大会前でしたっけ。違いますよね、大会後ですね。後ですよね。はい、反省ですかね。どうなんでしょうね。どうなんですかね。おっと、着地ビタでダブルサマー。しかししゃがみ中盤で落としていく。おお、ロケティア。さすがに中足を差し込む、大足は食らわないぞと。なるほど、前の画面、あの前の試合を見ていたようですね。なるほど、はい、たくさん大足当たってましたからね。下ガードすればしゃがみガード、なるほどこのゲーム、立ちガードとしゃがみガードあるのは難しいところですね。ユネさん分かってますからね。竜巻をちゃんとガードしている。ん、画面端、これは厳しいか。お、竜巻ヒット。これからダブ様誘って、あっと、お釣りにならなかった。まあ惜しい、ウネガエル勝利。続いてミルボガさん。お、これ先ほどちょっとの試合で、はい、配信台やってましたね。はい、ヌルポガさんですか。ヌルポガさんとウネさん。あ、ヌルポガね、3番入る、ピヨっていない。投げて、やっぱ S キャラ投げられると厳しいですからね。そうですね、剣はまだ昇竜で返せるところが、そうですね、恵まれてるところといえば恵まれてるんですが、さあ開幕3段から流れを渡さずにそのまま1ラウンド目勝利。そうですね、長周高くて投げられる。あれ、ウネガエルトップ3なんでしたっけ。え、何がですか。エクサ、エクサ3、トップ3入ってましたっけ。ベスト8までは覚えてるんですけど、その1試合目、決勝ラウンド勝ったか負けたかをちょっと今。スローテープさんトップ3入ってましたっけ。スローテープさんはトップ入ってたような。はい、ウネガエルさん勝利で、続いて、あれ、アンズさん。え、失礼いたしました、京子さん。初参加ですね。初参加の方、はい、はい、何度かデートなし機でお見かけしたことはあるんですが。あ、本当ですか。はい、マスクしてないとこ初めて見ました。バルログの話。いやいや風用の。あ、風用の。あ、はい、失礼しました。さあ、ね、1キャラ目はバルログ。バルログ、こっちはマスクしてますね。さあ、ピヨってピヨってウネガエル3段、3段きっちり決めていく。これはウネガエル1本サービスをするのか、接待プレーあるのか。さあ、あ、打ち、バッとピヨってしまう。サマーでピヨってしまう。うわ、きっちり3段を決める。接待プレーはなかった。続いて、ウネガエル勝利で、続いて達俊さんですね。さあ、この方も、あ、エクサ3の再現ですか、リベンジマッチ。あっちゃやっぱベスト3だったんですかね、ウネさん。ごめんなさい、僕まだ動画全部見てないんですよ。この方も、達俊さんも、はい、あれですね、バーチさんと組んでベスト8までは。そうですね、はい、続いて HP、達俊さんですね。達俊 VS ウネ。達俊さんは吉尾ガイルを倒しているので。なるほど、はい、あの吉尾さんを、あの吉尾さんが首をかしげながら、なぜ負けたのか、ね、若手だからじゃないですか。はい、どっちが若手なんですか。わかんないです、自称若手みたいな。どっちがですか。吉尾さんが。吉尾さんは老害ですねそんなことを言ってましたけど、はい、しかし今の場合ジャンプショー系で飛んで、なんかリフトに勝ったりするんですよね。ああ、なるほど。さあ、ダヤシ3段はいかない。やはりダヤシ、龍ダヤシ強い。真空で一息、さあ一発圏内。おっと大腰から投げ、これはガードできない。どっちもやりに行く方ですからね。そうですね、行き急いでますからね。はい、もうちょっとゆっくりしてもいいかなっていう。そうですね。さあ、まで切ってめくりはガード。ある程度動かせるようになって、
体力勝ちしてる時、例えばこの場合だと、はい、ウネさんですね、はい、ここから死ぬ行動だけはしないみたいな。あ、そうですね、無駄な行動なくなりましたね。そうですね、うん、それができるかできないかっていう、牽制で中足振ったりして全くスカる前とかでしてましたよね。そうですね、そうですね、それはそれは最近ぐんと上手くなった方々見てるとみんなそんな感じですね。まあそうですね、ウネさんでいうところの死ぬ行動は、一番の死ぬ行動はダブルサマーですけどね、はい、じゃああれは出したいから出してるんでしょうがないですよ。いや、死ぬ行動なんで。いやいやいや、あれはもうね。さあ、ユーラ剣、おっと、タツトシ龍がリードしているが、おっと、竜巻を出してしまう、2回飛ぶ、投げが入る、ヒットだったが投げ返し、勝ったのはタツトシ。さあ、はい、タツトシ龍勝って、続いて多分青木サイクロンさんは大喜びでしょうね。青サイ先生もう流線大好きですから、ガイル線は嫌いだけど流線大好きなんで。そうですね、よくやったと言わんばかり。さあ、ミドルキックとチョップだけで勝っちゃうかもしれない。そうですね、あまりスクリューがなんでしょうね、やれるときはやりますよ、いかないイメージなんですね。いや、結構やります、結構やります、最後の最後でやりたいんですよ。そうですよね、相手がおとなしくなったら最後固めないで投げるイメージはありますけど、立ちスクリュー大好き人間なんで。そうですね、さあ竜巻引っかかる、竜巻に引っかかる、シンクが抜けた、おっとナイスダブラリー、竜巻、竜巻、まさかの竜巻、あれがね、意外と盲点というか、あれ実は死ぬ行動でもあるんですけど、当たればもういいんですけど。そうです、チョップで落として、いや、ダブラリで落としてアントビーかなんかめ、ね、めくりアントビーがあるんで、もうかなり死ぬ行動なんですけど、ですよね、はい、あれはちょっとなんですけど、よろしくない、リバサーも多分間に合わないですよね、昇竜。そうですね、あ、そうです、リバサーでもアントビーになるんで、なんですけど、はい、だから意識の外みたいな、立ってる残儀に、立って踏み込んでくる残儀に当たるみたいなところもあります。モジャさんはエントリーしてる、お坊さんは、はい、はい、ダヤシが入る、画面端、おっと、昇竜ジャンプしている、なぜかジャンプしている、スクリュー暴発かなと思うんですが、ダブラリー引っかかる、画面端しっかりガード、おっと、今のもスクリューパターンだが、スクリュー行かずジャンプになってしまった、竜巻落とされる、おっとダブラリー見てからシンクしてしまった、青祭勝利で、クレジンさん、続いてクレジンさん、クレジンさんのダルシム、クレジンさん初めてまだ2ヶ月経たないぐらいですかね、2ヶ月経たない割にはだいぶやっていると思う、かなりいろんな場所でお見かけする感じ。しかしスクリューハメ、ダルシムにスクリューハメは厳しい、ピヨってしまう、最後はお決めた、光った光った、なんと青澤さんが光った、 V サイン、確実にドヤ顔で V サインしてきましたね、かっこいいですね青澤さん今日は。高いドリルをダブラリで落とす、最後はフライング、あれフライングパワーボムですね、青木サイクロン勝利で、続いてエクスパーセロテープさん、それ逆です、逆逆、ホワイトボード逆でございます、青木サイクロン対エクスパー、エクスパーさん結構残儀戦勝率いい気がするんですけどね。エクスパーさんは自分もちょろちょろやられてますね、かなり。辰俊さんもそうなんですけど、はい、音やっぱね、
立ち合いの間合いで竜巻出されるのが結構めんどくさいっていう。ああ、ザンギ側としては、はい、まあ、出させて処理すればいいんですけど、見てからできればってことですね。おっと行くタイプだと厳しいってことですよね。さあ、ゼロロット、さあ、どうすんのこれ。回って、さあ、竜巻、あれが嫌だ。竜巻、あの竜巻、ミドルキックに勝ったり、ザンギはしゃがむと暗い判定がかなり前に出るので。あ、そうなんですか。そうなんです。でしゃがむとだから当たる足払いが立ってると避けられるんですよ。なるほど。なのでしゃがみたくないですね。なのでしゃがみガードしないで立って目の前で止まるという行動があるんですけど、はいはいはい、そういうところに竜巻が当たったりもするっていう。さあ今一発ピヨ1、2、3、残ったが最後は大足アッパーに大足キャンセルかけたかったですね、今のアッパー。そうですね、アッパーだったのか投げだったのか。さあ対空波動踏ませてしまう。中足波動、中足波動でノンキャンで当たってしまう。さあ体力いい感じ取っているぞ。お、中足がだいぶ厳しい。ミドル見てから回る。さあ1、さあダブル上りパンチチョップ。さあ1回安全重ねからダブラリ、最後ダブラリ、先ほどと同じフィニッシュですね。さあ勝ったのは青木サイクロンさん、エクスパー、あー失礼しました、青木サイクロンさん勝利で、ね、続いて師匠さん。師匠さん僕初めて見ますね。あ、サンカーの方ですかね。違います、はい、池袋勢なんですかね、多分富士見大勢。あー富士見大、富士見のじゃなく富士見大、あれですね、富士見大、ゲーパーですね、ゲームパークですね、はい、富士見大勢の方ですね、師匠さん。お、バイソン、さあ逃げ場知っている。そしてアッパー、おっともんで、さあこれは優しい、わ埋めていく、わ埋める、ザンギ相手に埋める。さあめくりは痛いぞ。さあ止めた、ヘッド埋めていく、ヘッド、最後はヘッド、やりに行くタイプですね。おっとクレジット思わせて、地上から技を埋め込んでいくのはなかなか勇気がいるんですが、ザンギ当てんはそうですね。ただリターンもまあ当たれば大きいので、あとさっき一応逃げコパとか見せてるんで中段になる攻撃ですね。そうですね、しゃがめないってことで。さあ掴んでる、ザンギはしゃがみガードで中パン大パンを押すだけで掴めるので割と起き上がり下段の卓は強い方なんですけどね。うん、そうですね、技埋め込まれててもしゃがみ投げを入れておいて、おっと掴んでいく、まあ、裏回りからの、おっと大足アッパーに大足、大足スクリューパイルドライバー、ダイエットアントビですね、からの直接スクリュー、ね、ダイエットじゃなくてアントビですね、アントビ失礼しました、はい、アントビからスクリュー、ミドル当てて立ちスクリュー、お上手、これは積んでいた。おっと、青木サイクロン勝利で、続いてロードさん。そうですね、ロードさんいます、います、確かロードさん、僕エントリーの時名前キャラ聞いたんですけど、はいはい、確かね、なんだっけな、サガ、なんだっけな、なんかね、青いパン、なんだっけな、エッサガではなく、いや、バイソンじゃなかった気がするな、バイソンではない、フォークでもなかったな、フォークでもない、お前、違うな、竜でもないな、そろそろ時間切れになるかもしれないよ。サガと、さあ、青パン対決、X、はい、いや、X ではありません、青パン対決です、はい、さあ、どっちの青いパンツが強いのかと、どちらが本当の青サイかと、はい、まあ、体格を見る限り、ザンギエフのが強そうに見えるんですよね。さあどうなることか、さあ下段が入る、大足こかして、小足先端タイガーがめんどくさい、
さあ今タイガー2位が相打ち、2位は当たったが、2ラウンド目タッチダイパン、タッチダイパン長いですね、ニョキッと、うん、僕のおすすめはこれ地上戦なんかしないでアホみたいに下台が打つなんですけどね、はいはいはい、さあ掴んだら全部減った、勝ったのは青木サイクロン、続いてネローさんですね、ネロガイル対青木サイクロン、バックジャンプ、謎のバックジャンプ、いい相打ち、台足アントピ、あとあれがオーサイタッチダイパンだね、そうですね、ちょっとなんか苦笑い的なところもありますが、謎バックジャンプ、謎タッチダイパンありましたが、さあテンパっている、やりたいだけか、青木サイクロン勝利で、続いて大好きな本田、なるほど続いて書いちゃってますね、四季さんですね、お、ダイスを差し込んでいく、百列を止めたのか、あれは止めたところにダイスが入ったのか、なるほど、おかま、おかま、お、ヘッドバットからスクリュー、おわ、ごちゃって、ごちゃって1本取りました、出ている、飛んだ、サバ折りもう無理と言われても安全がさない、おっと上からガードさせてスクリュー、青木サイクロン勝利、続いていろはさん、いろはさんは1キャラ目はまさかあのキャラを出してくるか、出た出た、伝説の、あ、 XX、ちょっと今調べますね、キャラ間違いなんで、青瀬さんがそのまま続けてもらって、とりあえず XDJ を倒してください、今のうちにちょっと、今のうちにちょっと調べるものがある、出た出た出たようだ、まさかのいろはさん SDJ、 今日
今日はノリが違うと言わんばかりの SDJ ですね。ちょっと青澤さんも SDJ は対戦経験がないのか戸惑っている。しかし X とあんまり変わらないというか弱体化してるような気がするが、なぜか飛んでしまった。エアスラを飛ばれてしまう。マシンガンを吸いに行った。おお、ダブラリから吸いに行く。そして着地ガードから吸いに行く。青斎さん勝利で、続いて友田さん。お、友田さんなぜかなんかチュンリー持ちキャラ最近持ちキャラということでこう踏まされる。おっとスピーバーが漏れたのか。友田チュンリーは結構レアですね。そうですね。おっと今やばい動きがあった。投げちゃう。ダブラリを投げる。あれ一応の技の名前があって、はい、初代スト2の頃に、はい、あのダルマ投げって呼んでる人たちがいました。そうなんですか。まあ、初代の、ダブラリは歩かないので。はいはいはい。ああそういうことですね。親切。さあ打ち。シャガパン対空ですがジャンプダイバン届いてましたね。あれ弦じゃなかったでしたっけ。今シャガ大パンじゃなかったですか。弦でした。弦に見えたんですけど。まじか。今ちょっとじゃあ弦だったかもしれない。いやいや真相は闇ですよ。おっとめくり三段。1、2、3。おっとコンボは2段。さあミドル出てしまった。出てしまう。さあ青斎さんが8連勝。さあ青斎さん8連勝現在1位ですね。続いてはほぼ山本さん。山本さんは確かチュンリーだったと思います。さあ現在1位が青斎さんの8連勝、2位がウネガイルの3連勝ですね。さあチュンリーチュンリー、緑の方が友田チュンリー、オレンジの方が山本チュンリー。さあ今投げられてる方が山本さん。さあ暗い戦列。最近ちょっと逆戦が流行ってるせいもあって、なんか自分が苦手としてるキャラを逆に使って対策を練るみたいな、そんなムーブメントの中で友澤さんがチュンリーを使っているんじゃないでしょうか。さあ猫魂から投げ、背中引っ掛けて、あーチャージして歩いたり止まったり、今度はガードした、裏から背中コパン投げを投げ返す。さあ3ラウンド目。飛行と百裂でゲージをチャージ。さあゲージがたまるとお互い近づくのは命がけ。投げて
投げて垂直当てて中盤から戦列、戦列返しジャンプ中継が返す手段がお互いないんでしょうか。さあ上りパンチ、ジャンプ中継背中、さあやりに行く、時間稼ぎからバックジャンプ、勝ったのはほぼ山本。さあ 1P 側はセオチュンリー、あ、セオガイルですね、セオガイル VS 山本チュンリー。裏剣サマー、わからないめくりからきっちり一確認、おっと2度目のめくりはスカッタが体力大幅リード、あとは戦列さえ食らなければといった感じ。さあ中足当たって1ラウンド目は瀬尾さん、開幕弦にさあ歩き弦リフトアッパー投げて、頭の相打ちから前列当たる、天章まで入って山本潤理一歩取り返す。さあ今日の山本さんはちょっと強いんじゃないでしょうか。相打ちからさあくぐり中盤で落としてオトルネリー、さあまあできる、さあめくりは、あとめくりは正面だった、勝ったのは瀬尾がいる。はい、瀬尾がいる勝利で、中島さん、中島さん、ホンダ、中島さん、ホンダですね、1周目最後のプレイヤーですね、ここで最後ですね、はい、何人ですか、1、2、3、4、5、6、7、8、9、ホンダガイ、おっとうまい、バックジャンプ読みの、おっと、さあしゃがみくらいもちゃんと見てから3段入れている。ホンダの数少ない連続技ですからね。今ちょっとホンダの手食い技がいくつかありましたね。バックジャンプ読みで100巻出していたのと、その後アントビしゃがみぐらいしているところを投げに行かずにきっちりと3段入れてこかすと。なるほど、ダイヤスタイク、あの玉よけがうまい、そして着地100列、素晴らしいですね、着地の隙がないので中足も踏まないという。さあ打ち方を変えてきて最後は避けたところに垂直パンチ、やばいですねこれ、どっちが勝ってもやらなきゃいけないですねこれね。おっとそうですね、ガイルかザンギかどちらか選べっていうやつですね、ガイルかホンダか、ああ失礼しました、頭踏んでホンダかガイルか、お見合いからバックジャンプで仕切り直すサマー、ソニック入れて、ちょっと体力差が厳しいか、最後はダイヤスタイク、勝ったのは瀬尾がいる。
はい、続いてはステロデブさん、2周目ですね。いい、これが2周目です。ステロデブさん、2キャラ目もザンギ。これはザンギは結構きつい組み合わせだと思いますが、うん、なるほど、死ぬほどきつい、死ぬわけではない。しかし画面端、おっとサマー大石、おっと減らない、今の大石減らなすぎた。しかし最後はバニシできっちり削り、まあまあきっちりじゃないですね、サマーで死んでますね、よく考えたら。しかし頑張って近づくしかない、ザンギとしてはバーンストレート、厳しい、もうちょい近づきたいところだが厳しい。お上りジャンプ強キックみたいな、ダブラリの頭の部分を狙っていった、ダブラリ避けがバレてた感じですかね。おっと暗い投げ、スクリュー行きたいところ、ダブ様を誘った、しかしお釣りがない、ないんですよね、残機だけに。走っていくのもダメですかね、裏パワーもダメと。しかしスクリュー、た起き上がりスクリュー、当然やるよねと。続きまして、はい、セロテープザンゲーフ勝利、リベンジ。あ、そうか、1回目の組み合わせでセロ、あのハテコンさん勝ってますからね、リベンジマッチ。早速ダイヤシの洗礼をダイヤシの洗礼を受けている。またしてもダイヤシ吸おうとしているのではないかな。うまいファイハード、進行打っていくが、おスクリュー逃げた、ダイヤシハード、まだある、うん、長州長州もチョップでは落とせる、厳しい、あーなるほど、青サイチョップは厳しいと。ボタン大丈夫ですか、実はなんかボタンが って感じでラリアットが出ない可能性もある。ラリアットが出ないと厳しいぞザンギは。おっと最後昇竜拳、破天荒さん勝利でヌポガ君。ヌポガ君、S剣。ピヨってしまう、きっちり3段からの、お、投げ、うん、ゼロドットガードをしようとしたのか、昇竜すかしにダイヤシ、
ダンが入る。あ、繋がってなかったし。波動打ち合いから飛ばれる。落としたいところ。出た昇竜拳。お、当て投げ。新しいヌルポガムーブだ。しかし装備を絶やしてかられてしまう。破天荒流勝利へ。続きまして京子さん、チュンリーですね。しかし破天荒さんはチュンリー戦がある程度は分かっている。勝利権きっちり落としていく。戦列出る。昇竜拳波動昇竜。こうなった時チュンリー側としては厳しい。シンクガードしてしまう。お、炸裂。お、炸裂の先っぽ入ってしまう。しゃがみチューパン出していたのか。今は先が当たってしまった。飛びからの百裂、意外と強い。これを落とせないと厳しい。初代のね、ストツーとかよくありましたよね、こういうのね。おっ、空中で飛びからの百裂は初代ストツーでは結構嫌な技でしたね。真空ガード見ている、きっちり見ている。真空ガード体力消体力です。さあ、杖が出てめくりからの2段めくられてしまう。今壁の後ろに隙間あったんですね。そうみたいですね。しかし最後3段の目、さあ玉打ち、気候のためが早いですね。そうですね、波動拳より全然速いはずですよ、炎が。いや、っていうかね、あのプレイヤーのです。ああ、そうですね、回転って話ですよね、はい、そうですね、かなり波動に負けてないですからね。さあ、謎ムーブ、ちょっと入れ替わりが、体力は大幅に勝っているが、さあ、真空ガードしている。惜しい。最後は昇竜出る。勝ったのは破天荒さん。続いてうねさん、頑張ってますよ。続いてうねガエルさん。お、開幕ソニックに竜巻。サマースカしての誘ってのアッパー波動と。もう7割方ないぞ、ウネさん。どうする、どうする。さあ、ちょっと体力差がきついか。おっと、投げ昇竜でもなく、しゃがみ中パンでもなく投げ。そうですね、なんかジャンプ攻撃もなんか当たらなかったので。さあ、立ち台系対空、冷静、無理せず立ち台系ガードしている。着地昇竜、めくりはガード。お釣りがちょっと安かった。大サマーだったからですかね。そうですね、ちょっと予想外だったんですね。ジャックあたりに合わせたつもりが合わなかったですね。さあ、垂直よけ。
動波動投げる、しかし受け身取っている。さあ時間がない、時間がないぞ。投げは通らず、投げが通る、投げが通る、受け身がない、しかし投げが通る。無理やり近づいたが投げて勝ったのは破天荒さん。続いて続いて達祖さん、達也さん龍ですね、龍グレーの龍が、あ、デンゴさん、緑の龍が達也さん。こんばんは。こんばんは。メガエルです。あ、皆さんこんばんは。どうもどうも。これ龍どうなんすかね、どちらが有利ですかね。龍はまあ龍、まあまあ若干ですが龍が有利。やや龍気味。やや龍気味。なるほど。ね、まあ波動拳いっぱい出した方が勝つんじゃないですか。そうですかね。そういう意見もありますが、破天荒さんが1本取っているところで、あ、でもなんか飛びが上手い方が勝つっての。あなるほど。数が、ね。真空ガードしてしまう。波動の数。いやーそれは打ってはいけなかった。ハーテンコザ勝利。続いてクレジンさん、クレジンさん、あれクレジンさんがクレジンさんさっきいましたけど、あ、いました。トイレかと思いました。外でした。さあ、ブランカにやられていたが、その裏でこっそりNG シーン。そうですね。さあ、クレジンさん、ダルシム、龍戦は頑張っているという話ですが、あ、そうなんですか。クレジンさんも最近始めたプレイヤーなんでしたっけ。2ヶ月ぐらいじゃないですかね、長くて。2ヶ月、うん、なるほど。ダルシム難しいですからね。そうなんですよね。結構初めてしてダルシムを選んでしまうというね、テクニカルな方ですね、うん、結構特殊ですからね。まあ他を知らないからいいのかな、逆にすんなりとこういうもんだって受け入れられる可能性もありますからね。お、美味しいドリル、あー、勝利を育って投げられて、投げ受けも取っている。勝利出る、ドリル勝利、まだある。きつい、今のきつい。これはきついっすよ。スパコンも持ってたしな。何もさせてもらえなかった、破天荒流勝利で手厳しい。続いてエクスパーさん、これはだいぶ破天荒な試合が見れると思います。今言いましたね、結構ね。ちょっとドヤ顔足んなかったですよ、今。これは破天荒な試合が見れますよ、ね、破天荒 VS、まあ、破天荒みたいな。まあまあ、どっちが勝ってもそうですよね。どっちが破天荒なの、うん、そうですね。そう、お、破天荒波動、これはファイヤー出した破天荒さんの方が、お、破天荒若干有利。お、中ゴス投げ、わからないぞ。まだエクスパーワールド出してないですからね。出してないっすね。あ、やばい、エクスパーダイヤシが刺さって、こっから出していく。もう一回ためる気か。お、かわして。何回でも食べますよ。飛ぶ。お互い飛びます。もうとりあえず殴り合い。とりあえず殴り合い。最後はエクスパーアッパー。あんなに体力差があったのに、エクスパーさんのね、なんかごちゃらせ具合にはやっぱり。そうですね。やはりあのこの、ね、オレンジの道着。だいぶ、はい、だいぶトリッキーですからね。魔法の道具ですよ。そうですね。
亀仙流じゃないかって噂ですが。亀仙流。最後きっちりドラゴンボール。ユラセからの。そうですね。Z 戦士。Z 戦士ですね。確かに Z 戦士の色をしてますね。そうですね。まだあのね、スーパーニョロニョロ的なのはなってないけど。さあこの場合三段飛んだら美味しい。お、リバーサーじゃないが昇竜で買っていく。すごい。お互い熱いっすね。そうですね。飛びますね。もう飛びでダメージをなんかもうダメージソース獲得していくみたいな。飛んだもん勝ちみたいな。そうですね。試合展開。あっと、でも飛んで。飛びからの。お、確かに。おかぶを奪い取るエクスパーパー落ちた。あ。あ、うまい。ギリギリ当ててきますね、ギリギリ。ゼロドットダイヤシ食らってしまう。すごい、すごい竜だ。やっぱ破天荒ですね。そうですね。今真空でもよかった気がするが、続いて破天荒竜勝利で、続いて師匠さん。破天荒さんの飛び込みダイヤシはなんかもう、ほんとヒットボックスで殴ってるって感じで、あすごいやりづらいと思う。そういうことですね。赤いところですよね。はい。あの、ヒットボックス見えますもん。ダイヤシ。あ、四角い。足かくいな見えますか。鈍い音しそうですね。破天荒さんの台車はだいぶヒットボックス見えます。うわっ、竜巻、竜巻立ってる。3段。うわっ、あのアッパー危ないが、敷地ダブ2ガードガンの投げ。さあ師匠ベがやややりづらそうだが、ノーデータですからね、多分ね。そうですね。まあお互いいい様かな。お互いノーデータ。ただ師匠さんのベガは本当にうまい、かなりうまいので、東西戦の時でもかなり勝ってたんで。おー、めくりからの後半キットがピオリもなく死んでしまう。きっちりきっちり死んでしまう。きっちりしてらっしゃる。今めくってますかね。めくってる。いや表ですかね。多分表ですね。なるほど。あの位置だとで、裏かと思ってあの普通に裏ガードにしちゃったけど、実は正ガードにしちゃっている。なるほど。大体正ガードですよね。そうなんですよね。ベガ流はそうなんです。お互いに大体が正ガード。お、来た。3段が入る。おっと、垂直から投げ、投げまくり、怪しい。わあ、この前難しいな。この前の波動拳はしょうがないですね。これはあ、これは大チャンス。お、大ハード。真空がいかない。昇竜拳出し。お、めくりから3段。あれ、あれ中昇竜、大昇竜、中昇竜でしたね。中昇竜でしたね。すごい中昇竜。あそこで出して意外と、意外と中昇竜出す人いないんで、あの出されるとびっくりしちゃうんですよね。あのタイミング。続いて、ロードさん、青パン、青いパンツを履いているが、履いてるね。顔が多くならないよう頑張りたい。ヒヤヒヤする。弾を打っているだけ。どうする。まあ、お互いに弾を打ってるだけで頑張りたい。そうですね。それでいけるなら行きたい。それは美味しい。お互いとも。しかし、あ、真空を見てからジャンプ。真空4、あ、しかし昇竜で駆られてしまう。お、あ、対空波動。これはきつい。画面端中昇竜、またあっと、今のは大昇竜でよかった。これは分からないぞ。しかし、うおおっと、竜巻を上りキック。お互い飛びます。そうですね。お互い飛ぶんで怖いですよね。そうですね。見てるこっちがもう本当に顔が青くなってしまいます。そうですね。うわ、中昇竜、中昇竜流行っているのか。大でいいんじゃないか。決めどころはやっぱり大だと。ツイッターでも何か言ってましたね。何でしたっけ。昇竜拳は大だ。当たるときはそうですよね。そうですね。対空で当たるなら大で出したい。今のは出なかったのか。投げまだある。いやでもこれはもうここから下手しなければ。そうですね、我慢すれば。おお、竜巻で殺した。さあお互い手の内を見せ合った3ラウンド目。どっちが強いの。やばい、この間合いはだいぶ青パン優勢だが、まあどの間合いでも青パン優勢じゃないですか。
いや、その画面、違いますかね、画面外して追うともうやばい。あ、なるほどなるほど。そうそうそう、あ、もうこれやばいっす。これが青パンやばい前、ね、これやばい、やばい前。なるほど、大ピンチ。あ、どう中ゴス、しかし台車入らず。お、竜巻来た。竜巻怖いんだよな。6ドット削り。うわ、ガードした。中段ガードしてのどうする。まだ竜は余裕で死ねますね。お、投げて、しかし受け身。あ、中足、あゼロドットだったか、ガードできなかった。中足が当たってしまいましたね。破天荒流勝利で、続いてネロガエル。はい、破天荒さん8勝で同率1位と。お、破天荒さん8勝、青斎さんと同率1位。青斎さんと同率ですよ、これで。破天荒さんと青斎さんが、これは美味しいのか、優勝あるのか。そして 2P 側、破天荒竜勝利で 2P 側ネロガイル。ネロさんのガイル。サマーはおっとガードしてしまった。タッチガードしてたけど半角を逃しましたね。あっとサマー来た、出る、いいサマーです。あー、投げられてる。しかもちゃんと弱サマーですね。そうですね、無敵を生かしている。繋がら、まああの距離は繋がらないか。うまい、ゼロドットだが、うまいこと、あ、うまいこと避けたがガードしてしまう。竜ガエルスは本当に難しいっすね。でも本当なんか安定した戦い方ができないっすか。うわ、ああいう竜巻が本当に嫌なんですよ。竜が結局荒らしていくしかないですよね、多分。荒らすのもそうっすけど、やっぱり波動拳なんで、もうそうっすね、飛んだら、飛んだら負けっすね、お互い。うわー、シング当たってしまう。ジャストヒットでございます、これ。破天荒流勝利で、続いて悔しいっすね、今のは。続いてシギさん。シキさんの出るのか、出るのか、ダルシム、シキダルシムダルシム全く僕もノーデータですね、こればかりは。見たことないです。はい、中足アド。しかし結構竜の方がきついので、ガンガンいきますね。破天荒ですね。そうですね。お、あー、これはおっと、ハード踏んでしまう。おお、ガードさせた。残り1度とぽいっすね。食らって、こっから逃げるガード。昇竜かすらせての、竜は無駄な、うん、ヨガファイヤー。竜巻出なかったのかな、今。竜巻打ってたら当たってたかもしれないですね。中足ガード間に合うんじゃないかな、今。うわ、来た。さあドリルがきついが、これはね、竜はちょっと我慢しないといけないところが結構あるはずなんですよね。うわ、来た、昇竜出る、昇竜出る。大足を当たったが、ドリル、ドリル、あー、やばいか、手厳しい。おお往復竜巻です。単独1位、破天荒さん単独1位で、破天荒さん、シキダルシムに敗れる。破天荒さん単独か。続いてイロハさん。おっと、まさかこのイロハ、このイロハ S バイソン、 SM バイソン、 SM バイソン出た、ついに。言いたいだけですね。ちょっと嬉しくなってます。はい、絶対ゼロテープさんも言いたかったと思うんですけど先言わせてもらっちゃいました。はい、特に大丈夫ですか。何が大丈夫なんですか何が大丈夫なんですか。しかし、あ、しかし今一つ突破口が見つからず、ファイヤーモード、スーパー難しいですよ。ダッシュストレートしかないですからね。あれ、ヘッドあるんでしたっけ。ヘッドもあります。ヘッドある、グランドもありますし、グランドもある。あれ、あ、グランドはないんですか。あ、でもストレートでダウンするんですよなるほど
しゃがんでても当たると。さあマジか、そうなんだ。うわー間に合わないのか。しかしバイソンのことよく分かってらっしゃるので、これはもうインフェルノ、うん、インフェルノ。さあここで青サイさん1周目のダルシムは余裕なんですか。パンチにはダヤシ当てて、あ、キックにはダブラリを当てて、あとは跳ねるだけ。お伸びた手と足の先ですね、当てるってことですね。お本当だ、はめていく。これはちょっと離れたか。この前きついっすね。ファイヤーなんか20回ぐらいガードしてもいい。そうなんですよね、食らっちゃダメ。そうなんですよね、よく考えたらダルシムも遠距離で決定打ないですもんね。なるほど、なんでなんで。今つま先は燃えましたね、ファイヤーブーツですね。ファイヤーブーツ、あっ厳しい、こうなると無理やり近づかないといけない。しかしおお、ジャンプ大パンチ。しかしさっきまではちょっと若干だか体力リードしてた気もする。着地ドリルを着地作る。来たぞ。しかし離れている。この距離はどういか、この悪魔の身の能力者をどう調理するのか、ね、ゴムゴムのなんとか。いやこれに通ったが、これで おダイヤシは通ったが、ダイレクリード、あーダイヤシが出している。まだあるが、プロレスラーが燃えた。うん、ジャンプ大パンチを出していくしかない。火炙り、これはデスマッチですね。いやいやいや、常にデスマッチですよ、このゲーム。やばいっす、どうやらそういうゲームだったみたいです。体力リードされると無理やり近づかないといけない。ザンギとしてはうわ完璧に、これは厳しい。これはそして大足にインフェルノ固められてる。大足を出して出してしまった。式ダルシム勝利で、続いて友田さん、友田さんのデガですかね、出すんじゃないですか。友田さんのデガかな、メインキャラ出すんじゃないですか多分。わーっと、わー、 S バイソンと X バイソンってどっちが強いんですか。S バイソンと X バイソンどっちが強いか。 X ですよ、完全に X ですよね。そうですねクレイジーだよ、クレイジーの1点のみで完全に X ですよね。グランドだけ、あーそうっすね、あと投げ返しがないですよね。S は、うん、フェイロン相手には厳しいんじゃないですか。投げて使ってる、お、お手玉、お手玉に、うお、入れていく、繋がってる。しかし削らず、あえて削らなかった。テレポがあるから、そうっすね。開幕ダブル2、ダブル2、サイコが当たって色鮮やかな。お、中に燃えた、青と赤で。さあ、オーバーにファイヤー。噛み合いが悪くなってきた。おっと、弱フレーム。そうですね、逃げがないですからね、ベガは。開幕最高、おヘッドプレス、ダブル2。さあ画面端追いついたぞ。しかしだんだん画面端に、さあ背負って、おお、飛びからのきた4段。友澤ベガ勝利で、続いて、お、ほぼ山本さんのチュンリー。さあほぼ山本さんの2キャラ目はチュンリー。さあベガチュンリー、
うわ投げられて投げられて表現出してみる。チュンリーがチュンリーがちょっとやりづらそうですね。あまりベガ戦これはこれはきついのでは。最高できっちり削られた。おそらくキャラ的にははいチュンリーなんでしょうけども、そうですね、もうベガ側もチュンリー対策は結構できているので、そうですね、山本さんはあんまりベガ戦を、いやーなんかこれは厳しいですね、ちょっと、ね、経験値の差がだいぶ、そうですね、もろい出てしまったチュンリー有利なのに、もろ出し、その有利どころがわからないまま死んでいった。チュンリー有利どころがわからないまま死んでいくってのはなかなか悔しい。いやいや結構僕多いですよそういうの。多いんすか。うん、まあそれはそれでしょうがないなと。しょうがないよ、まだ今の段階では。風の吹くまま気の向くままと。そう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 、なるほど。さあベガガエルですか。中島さんのガエルですね。ガエルですね。投げて投げる、暗い投げ、めくりはいか…いったが通り過ぎてしまう。めくりは通り過ぎましたね。あそこでやっぱ…いやそうですね、まあガエルはやっぱり固めないとすぐにもう…おお打ち投げ固めて。さあこの前…受け身を取っていたが…この前はどっちも怖いっす。おお、サマー、暗いサマー、食らってサマーを壊し壊し。さあガエルきついぞ。血足出してしまった。投げてめくって、投げめくりから投げ、めくりから投げ、投げ、この前はやばい。コバー食らう、動かしてリブ、どっちだ。うわーソニック、ああいう直径長が一、ソニックの硬直本当に短いっすね。マジですごいですよね。おえもうみたいな、え、もうですよ。あっという間にアッパーが出ている。さあ固め、いい感じに固めて最後で、お垂直ジャンプ、意外と反応できないもの、投げられて、さあきつい、食い込みすぎたか。これはガエル美味しい前、どうする。いやー中島さんが硬い、入ってる、硬いな、ガエル。うわ投げを読んでいた、空中に逃げている、間に合わない。サマ飛んでしまった。続いて、中島ガエル勝利で、続いてそうですね。さあ瀬尾さんのベガ、瀬尾ベガ、またベガガエルですね。そうですね。さあ開幕ヘッドプレスで脳天潰してから投げて、投げて、めくり、お、コパンで落とす、タッチコパンで落としていく、めくりは通さないぞっと。おっ、おっと飛びが入る、あんまりダメージ取られることなく。その割にはきっちり攻めていた。うわ、ダブル2、固めて固めて、とりあえず通常技食らっとい、うおー、いやーサマーが出る、めくりから3段ソニック、うわー長い、いやいや余裕ですね。あそこの前はもう飛びの見てから長返しなんで。まあでも、うねがりなんかは長返し知らないですからね。え、何それみたいな。僕、長バレーボール、バレーボール選手ですよ。あらあら、勉強してますね。まあ、あ、どんな顔か知らないですか。それしか知らない、バレーボール選手だよって。まあ背は高いですよ、ふーんって。
してる間に、あ、セオフェガの体力がだいぶないが、アッパー、お、ここからあるのか、もう食らえない、もう食らえないが、お、まだ我慢できた、あー、またしても中垣内、中島がいる勝利、バレーボールが始まっている。中島さんが2勝なので、ここからは中島さんがどこまで勝ち進むことができるのかっていうあれですか。さあ中島さんどこまでいけるのか。でまずはゼロテープさん、ザンギ、これは勝ちたいところ、チャンピオンの貫禄を見せつけてやりたいところですが、そうですね、何のチャンピオンですか。ええそうですねって言っちゃったけど、何のチャンピオンの話してます。チャンピオン、チャンピオン、 どちらの話ですか。ゼロテープさんチャンピオンじゃないですか。ごめんなさい、ちょっとうっかり僕も話に乗ってしまってえびっくりしちゃいました。しかしこれは厳しいですね。そうですね、ザンギガエルは本当に死ぬほど厳しいって言ってましたからね。死ぬほど厳しいです、アオサイさんが。でも僕もあの前回、今週の東大戦か、はい、隊長のザンギにあの見立てされたんで、はめ殺された、はめ殺されました。完全に人を見る動きでした。あれ僕もはめ殺されましたね、確かに。誰にはめ殺された。隊長ザンギに。あ、隊長さんに、はい、やっぱあの人、そう、人対、対人対策してくるので、僕初対、かなり初対面ですけど。初対面、初対戦、あ、初対面、初対戦、お、お初で、お初ではめ。さあ、この前は行くのか、行かなかった、あそこは行かないと前がいてしまう。ソニック、あ、間に合ってる、リバサが出る、あ、リバサダブラリよく出した。ところが、バニシング、バニシングはやってたけど、あの距離遠か、遠いんすかね。そうですね、あれスクリュー行けたかもしれないですけど、ちょい前、もうちょい前、どうなんでしょうね。いや、行けますよ、あれバニシング、当て、当て、ソニック消しじゃなく。続いてヌルポガさん、あれトイレ、さあヌルポガ選手の行方が、トイ外、ロールさんあそこにいる、あれ違うか、あれロールさんもいない、あ、そっか、自分の出番が終わったと思いどっかに消えてしまったと。お、で、じゃあヌルポガ君を飛ばしましょう。ここで飛ばして、次京子さん試合中ですね。試合です、京子さんお願いします。お好きな方、自信のある方で。もちろんチュンリーだ、もちろんチュンリー、当然チュンリー、当然当たり前でしょ。ですね、自分もそうですよ、当然チュンリーです。え、チュンリーの方が自信がある、龍かチュンリーかって言われたら当然チュンリーですよ。龍じゃない、龍じゃないですよ、ゴキでもない、ゴキでもない、メインキャラじゃないですか。ええー、そうですね。しかしちょっとチュンリーガイルもちょっと複雑、チュンリーはそうですね、まあガイルやっぱソバットが本当にきついので、チュンリー側にとっては。そうなんですよね、そうですね。ただちょっと実はあれが入る、あれとは、あー言わないです、え言わないですが、あの解説あ、いやいや言ってしまうとネタバレ、ネタバレになっちゃう、対戦中なんであれなんですけど、どういうことすか。あのタチチューパン、タチチューパン、あ、続いてヨネさん、僕ですか、お、ガイルガイル、お、好きな方選んでください、好きな方、有利な方選んでいいですからね。続いてヨネさん、中島ガイル勝利で、続いてヨネさん自信ある方でお願いします。さあ、
ケー、ガイルガイル、白田彩香、白い方がウネさんですね、紅白戦ですね、はい、はい、だいぶ投げやりな返事で、はい、びっくりしましたよいやいやいや、いやー、鈴鹿さんそういう時があるんだっていうね、いや細かいあれですけど、動画の配信とかしてる時はこういう時はちゃんと白い方がウネさん、ウネさんとかそういうのをまず最初に伝えないとそうですね、分かってる手でなんかダーッと話しちゃうんですけど、赤い方が中島さん、ソニックを打ち合っていく、食らってしまった、さあ、ウケガイル勝っているぞ、投げから、投げからソバット、さあ、時間もないが体力もない、体力5分ぐらいだが、ソバット中足、おっと中足が届いてしまう、さあ、序盤取られた分を後半きっちり取り返して、まずは中島がいる、さあ、サマーは当たらない、抜けたというか、ソバットカラキャンサマーでソニックに当たるんですけどね、ちょっと難しい、はい、その場サマーではなくてソニック、あ、そのソバットカラキャンサマーにするとちょっと前に出て、はい、手が切れるっていうやつですね、タイヤシうまいぞ、すごいノックバック、正面ガードして、踏まない、ソバットの使い方がうまい、勝ったのは中島がいる、続いて田澤さん、コーナーをお便りのコーナーです、セオーザマスターオブザファイトパンチ、どういう意味ですか、ハードガイ、ふぅ書いてありますHG の感じですね、 HG、はい、ありがとうございますありがとうございます、センキュー、タツトシさんの竜ですね、はい、しかし中島さんのあの竜戦は本当になんかもう見ててすっきりしてる戦い方なので、これを突き崩すのはいささか、かなりめんどく、あの大変ですね、竜側にとっては、そうですね、完全にもう一回ペガイルのペース取らせるともう、お、しかし、しかしタツトシ選手も徐々に壊しに行く戦い方はすごい得意なので、ツーヒット、おお、ダブルサマー出た、さあ、うお、勝利当てる、さあ我慢して真空出してみる、踏み込んでみる、あー中足、中足引っかかる、長いですね、続いて、お続いてクレジンさん、さあクレジンさんのダルシム、ダルシム、ダルシムガイル、これはもう、これはもうです、もうもうダルシムですよね、であるはずです、しかし初めて2ヶ月なので、中島さんのガイルは初めて、中島さんのガイルは運命と思われますが、いやお、ただガイルの嫌がる動きはだいぶ分かっている感じ、これ、これが嫌ですね、しゃがみパンチ、そうですね、お、ワープ、サウンヒット、テレポ使ってきますね、かわ、お、これはさあ、寒い行動、危ない、あれやると前出れないですからね、ガイルはね、これは、そうですね、前出れないですね、さあ、時間もないぞ、どうする、行くしかない、ダルシムが、あ、こっから、しかしガードで OK と、そうですね、ちょっと時間がうまいこと使えなかった、しかし惜しかったですよ、さあ開幕、うまい、え、サマー、サマー当てた、さあ刻んでいく、刻ん、キックが出ない、
ひたすら飛んでくが、さあガイルが気持ちよくなってきてる。気持ちよさそう。ハードガイル、さあ気持ちのいいガイルが、 あとは時間を、あとは時間ですね。時間をうまく使って、さあ裏ガイル、ガイルソニック刺さって、ダルシムって多分、はい、強力な連続技があんまないんですよ。あーでもフォアシンヘルの中段のヘッドとかすごい、あれ減るじゃないですか、コスコス。そこまで、え、あれそこまでなんですか。コンボにならないんですよね。あ、まじっすか。あーでも確かにコンボにはならない、そこでおしまいになっちゃうんで、あんまりないんですと言ってる間、中島がいる勝利で、続いて師匠さん、師匠さん師匠さん、師匠さんはベガ、選ぶのはベガだと、モチベガ、モチベガ、モチのロンで。さあ、うわ来た来た、ダブルに刺さって、さあガラガリきつい、レフリオガード、ガードしてる。圧倒的体力リードなので、これは大事にしたいところが、おお先に飛ばん、え、おっと最後踏ませられなかったが、投げ、もつれて着地投げ、飛び小キックで最後潰れましたね。潰せるんですね、あれね。そうですね、俺も初めて見ました、ね、さあこの間合いは楽しい間合いですね。お互いさあ足が刺さっている。あっとホバーにソニック、中外地からバレーボールからの投げ、バレーボールからレスリング、プロレスかな、なるほど。ジャーマンスープレックス、いやあれドラゴンスープレックスじゃないですかね。ドラゴンか、藤波辰巳、ええ、すいません。え、プロレスの世代ではない、すいません、おじさんで申し訳ない。めクリアガード、しかし投げ、まだガイル分からないです。しかし体力はベガの方が有利ですが、ここからまだ時間いっぱいあるんで、そうですね、はい、さあこれ、お、5分になった、めくりガードして、どうする、カニか、カニだー、カニが刺さってしまった、クラブキック、師匠ベガ勝利、師匠ベガが止めてして、ちょっと待ってくださいね、中島ガイル何で取るか、6、中島ガイルが6連勝で止まってしまったので、で、ここまでございます。決勝は破天荒さん、龍9勝と、青沢さん、ザンギ8勝ですね。さあこの組み合わせでございます。お互いじゃんけんポンってあるやつで、1P、2P を決めてください。まあ、画面上ベガが死んだら開始ということで、3先です。お互い3先です。3先3本勝負、3回勝った方が勝ち、クレジットがない。はい、今入れますよ、我らがセロテープさんが今入れていただけますので、クレジット係、そうですね。さあ龍山儀、龍山儀来てしまいましたね、この時は。さあついに頂上対決、龍山儀行ってみましょう、決勝戦行ってみましょう。破天荒流対リバーサル昇流ダブラリー、青木サイクロンザンギ、お、ボディーガードからの着地スクリュー、安全重ねから昇流ガードしたがダブラリーが刺さる。はい、そうですね、こうやってガードすると。なるほど、もう今日覚えていただいて、気をつけろと。しかし波動をなぜか食らってしまう。
ダブラリがミスってるのか。おっ、空中投げ。おっ、本田が練りちゃぎで返した。さあ、このラッシュを止めれるのか。あーっと、竜巻を出してしまう。青斎さんは流星大好きですからね。すごい。そうですね、青斎さん、流星を得意としておりますが、青斎さんは準優勝が今まで3回、お優勝したことがないと。これは実力は折り紙付きなんですけどね。あ、惜しい。優勝の兆しが今の第5差美味しかったんですけどね。いいと思います、いいと思います。仕切り直し、シンク、おー、ダブラリ、おー、台足、やはり台足を刺していく。さあ、徐々に龍のペースに持っていきましたね。おスクリュー、ダブラリが出ないと。アントビカーのスクリュー、そして再びスクリュー、お、はめだ、はめていく、はめていった。これがザンギエフ。1ラウンド目は、青川さんが取ってますね。そうですね、ごめんなさい、1ラウンド目じゃない、1本目ですね。1本目01ですね。2試合目リーチ、お互いリーチで、あ、通常投げ、2ヒット、安全がされた、離れてしまった、台足が。さあ、どう前に出るか。台足ガード、ガードしていく、飛んだ、飛びが間に合う。さあ、なんとか突破口を開きたい。お、わからないぞ、台足、台足、うー、怖い怖い。波動真空で波動が間に合ってる。ダブラリで出ればと。おお、2本目破天荒流。青斎さんがジャケットを脱ぐ、ガツギ一ついやいやいや、違うんですよ、負けたら1枚脱ぐ、違うんですよ、負けたら脱ぐルールじゃないですよ。そういうことでこれあれですよ、あの脱ぐとあの軽くなるんで強くなるんですよなるほど、まあザンギエフはパン1ですからね。そうですね、青パン、ほら、お、動きが違う、1枚脱いだからもうだん身軽に。そうですね、3枚ぐらい脱ぐともっと強くなるんじゃないですか。おお、めっちゃ足速くなるんじゃないですか俊敏性さあさあ、そう言っておきながら、さあこの前はやばい、厳しい、おお、出していった、あ、それはダブラリなんですよね。そうなんですよね、大キックの方がいいかもみたいなね。そうですね。あー、さあ2本目を取っていったのは、先に取ったのは青木サイクロン、破天荒さんはそのまま。さあ、あ、これで 1-2 です。 1-2 か、じゃあリーチですね。そうですね、青斎さんはリーチ、うわ、スクリュー吸っていく、完全に今のは掃除機ですね、バキューム、バキューム。さあこれからどうする。うおお、台足を刺してくる、鋭い1ラウンド選手。さあリーチ、残り1ラウンド、ストレートに行くのか。しかし、アデンコーさんも黙っちゃいられないと。それとも殿下の方と台足を当てていくのか。アデンコー台足が刺さるのか、どちらだ。出しちゃった、どうする、緊迫している。お、ネリチャギ落として、波動を当てて、波動を当てて、お、台足、あーあー、台足、台足ありましたね。お、昇竜だっけ、リバーサ昇竜、大す、お、中昇竜、そうはさせないと。破天荒流も取り返す、取り返しましたね、破天荒中昇流が炸裂しましたね。台足が当たらない、あそこ
落としてガーッと勝利を見ているこれはやらしい。あ握りつぶされた。ストマック勝ったのは青木サイクロン。青木サイクロン念願の初優勝。初優勝おめでとうございます。一言もらいましょうか。お願いします。あどうもおめでとうございます。やっとやっと、はい、ありがとうございます。強かったですね、今日も。いやいやいや、今日も強かったですね。いやもう緊張しちゃって。緊張しました。え、そうですか、青沢さんでも緊張したと。いやめちゃめちゃ上がり勝つよ。なるほどいやその割にはいい動きしてたと思います。いや最初硬かったですけどね。そうですね、徐々に柔らかくなっていけたということで。そうですね、おかげさまで。ありがとうございました。よろしくお願いします。またよろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございます。おめでとうございます。ということで、本日、2018年3月30日第69回式の細道、優勝は、青木サイクロンザンギエフでした。皆さんお疲れ様でした。ザンギ優勝初はあのセロテープさんがいます。鷹の爪さんも優勝してます。はい、まあまあ珍しいですよね。ザンギが優勝する大会はあまりないですからね。あまりないです。そういう意味ではかなり価値のある優勝だと思います。そうですね、はい、式チャンピオン、あの式チャンピオンになってもあれ出れますからね。エクサーはエクサー大丈夫ですから出場は OK みたいなので。どうしてなんですか。一応ちゃんとした大会ではある。いや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 残念ながら残念ながら細すぎ、大会の格付けがあるんで。さすがに細すぎたと。はいはい、そうですね。このなるほど、細道だけに細すぎた。細すぎたと。そういうことですね。なるほど、はい、じゃあ今日はこの辺で、この辺対戦台、はい、の試合対戦台、配信台流しますので、はい、また皆さん遊んでください。やった。視聴していただいた皆さんコメントありがとうございます。応援ありがとうございました。結構なんかグローバルなそうですね英語ばっかりで読めないんですが、コングラチュレーション青木さん、ルーツボーイ、セブンティナイン、師匠セーブ・ザ・アース、師匠は地球を守る、アース、そうですね。そういうことですか。いや、セーブしたってことですよ。守ったってことですよ。ガイルを倒した、中島ガイルを止めたってことです。あー、なるほど。はいはい、そういうことです。さすがっすね。コングラチュレーション青木さん、yeah. 青木さん、そう、モロコがコメント届いてますよ。はい、モロッコの X ゲーマーさん。この人はモロッコなんですか。モロッコ人ですよ。結構マルチリンガルで、日本語わかりますし英語わかりますし、母国語、めっちゃ頭がいいっすね。すごい。あと何でしたっけ、フランス語とかもわかってます、ね、フランスも大丈夫、うん、リオンの大会とか行ってましたね。あ、前ですか。はい、シノニーさんとかも行ってた。あー、はい、前回の。なるほど。というわけで、はい、じゃあ、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。失礼しまーす。We'll be right back.
はい、ということで、23時になりましたので、この試合終了後このまま配信は終了したいと思います。また来週も同じ時間で配信いたしますので、そちらもまたよろしくお願いいたします。では皆様、長い時間お疲れ様でした。また来週もよろしくお願いいたします。失礼いたします。